どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、また新しいグッズをゲットしました。これです。ラッキーミンクさんのプチフワピン。まあこれ何なのかっていうと、これを頭のところにつけて、で髪の毛をかぶせるんですけど、でかぶせるとこうふんわりとボリュームが出るっていう商品になります。でこうやってマジックテープになってて、でマジックテープになってるから、こう髪の毛上から乗せてもちょっと引っかかってふわっとボリュームが出やすいっていうことなので、これをちょっと今回はこのトップの部分をボリューム出してみます。やっぱりここにボリュームが欲しいという方結構いらっしゃるかなと思うので、まあ、これを使ってボリュームアップをちょっと今から検証していきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。皆さん多分こう、まあ、絶壁の方だったりとかも多いかなと思うんですけど、ここもまあボリューム欲しいかなと思うんですけど、まず多分最初にトップ、この辺りのボリュームが欲しいと思うので、ここをボリュームを出していきます。まず櫛で後ろに溶かして、で大体こう耳のところから上に上がった部分の髪の毛を、大体そうですね、3センチ幅ぐらい、2から3センチ幅ぐらい取り分けます。取り分けた髪の毛はちょっと分かりやすいようにダカールで留めておきます。後ろの部分もしっかりと櫛で溶かして面を整えておきます。次にプチフワピンを、ここを分けた部分のギリギリのところに、まあ、真ん中あたりぐらいにつけてパチンと止めておきます。こんな感じで分け目ギリギリのところにつけてます。止めてた髪の毛を外して櫛で後ろに向かって溶かして、そのままこの上に乗せていきます。この辺とかにちょっと分け目ができやすいので、手でちょっとなじませながらバランスを整えたら、こんな感じで完成です。こんな感じで仕上がりました。トップにボリュームが欲しい方、これ結構使えるかなと思いますので、よかったらやってみてください。こんな感じで仕上がりました。結構自然にふわっとボリュームが出てて、ピンもあまり見えない状態になってます。まあ、僕がこのピンを使うんだったら、トップのここのボリューム感と、あと絶壁、この辺を直すのに使うのが一番ベストかなと思います。一応なんかこう分け目、例えば前向いた時にここの分け目で割った時にここの高さが欲しいっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、それも全然できるかなと思うんですけど、猫っ毛の方だったりとか、ちょっと柔らかめの髪の毛の方は、多分つけるとこのピンが髪の毛から出てきてちょっと恥ずかしいかなと思うので、まあ使うんだったらここの高さと絶壁にやるようにするとベストかなと思います。よかったら参考にしてみてください。それではさよなら。